オープニングいきます。はい、お願いします。映った18日金曜日午後の6時を回りました。サオリーの小部屋第7回目の生放送でございます。いつも聞いてくれてる皆さんありがとうございます。今日も、来てくださってるファンの方もいらっしゃいましてありがとうございます。そんな感じでですね、急に寒くなって秋あったかなって感じなんですけど、なんか小さすぎて気づかなかったぐらい一瞬でしたが、なんかね、風邪とか皆さんひいてないですか？もう本当一瞬だったんでね、衣替えとかすごい大変でバタバタしちゃったんですけれども、最近だと台風とかでね、一部大変な地域とかもあって、我が家も大変なことになりましたが、まだ落ち着いてない地域とかもあるかと思うんですけど、皆さん風邪とかにはくれぐれも気をつけていただけたらなと思います。それでは今日も張り切っていきたいと思います。いろいろお知らせがあります。まず早速ですが、いつものあれお聞きください。サオリでモーニンググローリー。
お聞きいただきましたのは、サオリでモーニンググローリーでした。7回目の放送ということは、これもう最初に7回流してるっていうことになるので、皆さんもう覚えてくれましたかねありがとうございます。もう毎回流してたからね、しつこいぐらい。ってことはね、もうこの曲ちょっと流すのも今月で最後かなっていうのも、今回とっておきのお知らせがありまして、というかご報告がございます。私沙織、2年ぶりとなる新曲ネオンサイン、10月16日より各種音楽配信サイトより配信とストリーミングが開始されました。イエーイ、パフ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 っていうね、お知らせなんですけど、沙織初のデジタルシングルとして、リリースをいたしました。いや、2年間、2年ぶりってことでね、本当に久しぶりでいろいろ準備をしておりました。ここ2年ぐらいのね、私の活動というか、インスタとか SNS とか見てくれてる方きっと思ってたと思うんですけど、毎日パン焼いてテニスやってボクシングして温泉使ってワイン飲んでみたいな、一体この人は沙織って何してる人なんだろうって、きっとここ2年間ぐらいインスタ見てくれてる人とか思ってたと思うんですけども、やっと準備が整いまして、やっとお知らせができます。オフィシャルホームページもインスタのシンガーアカウントも、やっと公開になりました。SAOLI で調べてもらえれば出てきますし、インスタの、アカウントからもね、シンガーアカウントに飛べるようになってるので、ぜひぜひ、チェックしてください。私はパン屋でもなく、旅人でもなく、アスリートでもなく、歌を歌ってる人です。シンガーソングライターということでね、これから歌い続けていきたいと思いますので、ってことでですね、出来たてほやほやの、配信ほやほやの、沙織のニューシングル、お聞きいただきたいと思います。聞いてください、沙織でネオンサイン。私は風に煽られる、泣いてる。
これを全部流すの？ん？全部流すの？はい。はい。お聴きいただきましたのはサオリ2年ぶりのシングルになります新曲ネオンサインでした。どうですか、なんか今まで の私の曲っぽくない感じ、ライブ来てくださってる方とかはきっと思ったかなと思うんですけれども、ちょっと切ない系のネオシティポップに仕上がっております。なんかどこかね懐かしい感じっていうのを出したくて、ちょっと個人的にシティポップハマってたっていうのもあるんですけれども、新しい感じの曲を作って見ました。これからガンガン活動していきます、曲もね早くいっぱい作っていろんな皆さんにお届けしたいんですけれども、ライブはまだお休みしますが、作品をたくさん作ってねお届けできたらなと思いますので、引き続き、制作頑張ります。オフィシャルホームページも、インスタのアカウントもねぜひぜひサオリで検索してみんな見てみてください。で感じで今日もたくさんお便りをいただいておりまして、紹介させていただきたいと思います。いつもありがとうございます。まずはラジオネーム、これは ATO さんでいいのかな、 ATO さん、新曲発表おめでとうございます。ありがとうございます。ネオンサインいい曲です。早速 iTunes でダウンロードしちゃいました。ありがとうございます。夜のドライブで聴きますね。今回の歌詞はどんなイメージで書いたのでしょうか。どこか切ないような、なんだかそんなイメージでした。そして沙織さんは歌詞を書くときは一気に書けちゃう人ですか、それともじっくり時間をかけて書くタイプでしょうか。歌詞を書くときに意識していることとかありますか。僕も音楽で歌をやってるので、たまに、歌詞に行き詰まったりしてアドバイスいただきたいです。あとせっかくなので新曲ネオンサインリクエストさせてください。これからも活動期待してます、ということで ATO さんありがとうございます。早速流しちゃいました、新曲のネオンサイン、早速聴いてくれて嬉しいです。ありがとうございます。歌詞を書くときはですね、いつも私歌詞ノートっていうのがあって、それからヒントを得てこう書き連ねていくことがすごい多いんですけど、ストーリーを広げていくというか、例えば今回のネオンサインに関しては、繁華街でなんか見たネオンサインをすごい印象的で、それが光ってなんかすごい遠くからチカチカ光ってね、どこからでも見えますよね、なんかすごい目立つから、なんかそれを恋愛と重ねてみたというか、そこからこうワーッとストーリーが広がっていきました。なんかこう好きな人とかね、そういう自分が気にしてる人ってどこにいてもこう目で追っちゃったりね、見つけたりとかしませんか。やっぱこうずっと頭の中にいるからなのかもしれないんですけど、あなたはこう私にとってネオンサインのような存在でっていう、まあ、すごいそれぐらい光ってるんだよっていうような、ただ切ないのはこのストーリーはそれがこう過去の人というところですかね。忘れられない人っていうのはきっとどんな形であれ誰にでもきっといると思うんですけど、そういうちょっと儚くて切ない恋を歌ってる、昔の恋を思い出してるような、そんな一曲です。でも前に進んで私は生きてるんだよって、ちょっと少しでも未練があるみたいなね、たまに振り返っちゃうみたいな、まあそういうので待ってるわけじゃないんだけど、いつかまた会えたらそっと教えてくれ
ただ嬉しいなみたいな、そんな強い中にもある弱さというか、なんかそんな切ない心情を歌った曲になってますね。歌詞を書いてると行き詰まりますよね。すっごいわかります。私はバーッと書ける、1曲書けちゃう時もありますけど、なんかタクシー乗ってる間に曲書けちゃったこともありますし、でも書けない時は本当になかなか書けなくて、平気で1ヶ月かかっちゃったりすることもあったりして、そういう時は気分転換に散歩したり飲みに行ったりしてリセットしてます。前も話したかもしれないけど、まあその中でねヒントが生まれたりとかして、あと心がけてることは、まあ、できるだけ実話をもとに、私は書いてますね。あの実体験、自分の経験だったりとか、ちょっと大げさにはしちゃってるんですけど、あとは飲みに行った先とかで聞いた人のお話とか、人の恋愛談、恋愛の話だったりとか、まあ、そういうところから刺激を受けて、書けたりします。ティオさん同じ音楽やってるということなんでね、お互い頑張りましょう。お便りありがとうございます。はい、続けてもう1通ぐらいいけるかな。あ、じゃあちょっとこちら紹介します。通りすがりの舞子さん、ありがとうございます。沙織さんこんばんは。こんばんは。そしてはじめまして、沙織さんの YouTube を見て知りました。ありがとうございます。いつも楽しい動画や癒される歌声をありがとうございます。動画を見ていて知ったのですが、沙織さんめっちゃ動物飼ってるんですね。すごいです。私も猫を飼ってるんですが、モモンガちゃん飼いたくて、文鳥ちゃんも気になります。沙織さんのアニマルハウス行ってみたいです。これからも頑張ってくださいということで、ありがとうございます。通りすがりの舞子さん、そう、私 YouTube もやってるんです。 SAOLI で検索してみてください。そう、本当にうち動物がすごいたくさんいて、どんどん増えちゃってね、最初はシマリスから飼い始めたんですけど、今モモンガと白文鳥と、あとなんでこれ飼ったのってみんなに言われるのが、あのコーンスネーク、ヘビですね、ヘビちゃんも飼ってます。みんなおとなしくてすごい子です。その中でね、一番最近飼い始めたのは文鳥なんですけど、ものすごい慣れてめちゃくちゃ可愛いんです。もうどこにでもついてくるんですよね。うちの文鳥ちゃんはもう本当にちっちゃい時から飼い始めたので、すごい手乗りになってくれて、最近じゃあ一緒にお風呂も入ったりとかして毎日水浴びしてます。すごい可愛いです。もうすごい、でも嫉妬するタイプの動物なので、ピアノとか弾いてる時とかも飼い主が触るもの全てに嫉妬するんですよ。なのでもうすごい鍵盤とか攻撃されちゃうので、そういう時だけちょっとカゴに入れたりしてますけどね。もう文鳥も、すっかり文鳥の話になっちゃったけど、おすすめです。猫も欲しいけど、舞子さん飼ってるってことですごい羨ましいですね。はい、YouTube やってるのでぜひぜひ、動物たち出てるのでね、検索してみてください。通りすがりの舞子さん、ありがとうございます。はい、ということで今回ですね、トークテーマも募集してまして、今回ついやってしまう癖でしたが、それに沿ったお便りもいただいてます。紹介させてください。ヤクルト大好きサッカーコーチデスさんからですね、ありがとうございます。サオリンこんにちは、いつも放送聞きながら応援させていただいてます。ありがとうございます。そして新曲聴かせていただきました。すごくいい曲ですね。車で聴きたいので早く CD 買いたいです。嬉しい。今週は大きな台風で川の水が溢れ大変な地区があったようです。川崎 FM のあるスタジオの駅前も大変だったようですね。もう落ち着かれた感じでしょうか。今週のテーマ、つい癖でやってしまうことですが、先日携帯の暗証番号を変更したんですが、やはりつい前の番号を押してしまい、えっと思うことが結構あるんです。わかる。暗証番号は変えない方がいいのだろうかなって思います。余談ではありますが、9月で最終回になってしまいましたが、 NHK の朝ドラ見てたでしょうか。私は4月から9月まで欠かさず見てました。なぜかといったら、実は私の姪っ子が出てまして、すごい、ヒロインさんの娘役でした。すごいですね。途中で大人になってしなった設定で変わってしまったんですが、これからも頑張ってくださいということで、ありがとうございます。ヤクルトスワロー、ヤクルト大好きサッカーコーチさん、ありがとうございます。わかります。暗証番号をね、確かに変えちゃうとつい癖であれしちゃう、私もしちゃって戸惑ったりすることがあるんですけれども、新曲も聴いてくれたようで、すごい嬉しいです。ありがとうございます。私自分の癖考えたんですけど、なんか最近友達に言われるようになったの、言われて気づいたのが、私横浜育ちなんですけどね、
全然意識してなかったんだけど、語尾にじゃんってつけるですよ。でそれを結構多発してるらしくて、えいいじゃんとか、えすごいじゃんやったじゃんみたいな、なんかすごいじゃんが気になるよって言われて、最近じゃあすごい真似されるようになっちゃったんでね、皆さんもしかするとラジオで喋っててもよく、えすごいじゃんとかゲストさんと話してる時に出るかもしれないのでチェックしてみてください。癖って人に言われて気づくんですよね。あなんか意識してみると面白いなと思って、あこちらのお手紙も紹介したいです。はじめましてかな、ラーメン大好き田中さん、ありがとうございます。こんにちは、いつも聞いてます。ニューシングル発表おめでとうございます。お便り出すのは初めてで緊張しちゃいますが、僕の癖は関節を鳴らしちゃうことです。わかる、いつもポキポキしちゃいます。あれ本当は歪むから良くないんですけど、気持ちいいからやっちゃうんですよね。さて新曲聞きたいんですが、先月途中で流れなくなっちゃった沙織さんの新曲プロジェクトの曲聞きたいです。おありがとうございます。早くライブ活動しないかなと、イベントに参加することになったりしないかなと、SNS とか見たりして期待してます。またライブでお会いできるの楽しみにしてます、ということでありがとうございます。ラーメン大好き田中さん、関節ね鳴らしちゃいますね。私も電車とか静かなところとかで結構ボキボキやってパッてなってね、すいませんってなります。歪んじゃうのはわかるんですけどね、気持ちいいからすぐやっちゃいますね。あとプロジェクトのお話ありがとうございます。そう先月ねちょっと流そうと思ったんですけど、これ盤にしてない CD なので、私が結構落としてきたからちょっと飛んじゃったのかもしれないですね。機材トラブルで流せなくなっちゃったんですけれども、ちょっともう一回説明させてください。ジェフレトロというプロジェクト今回参加させていただいてます。歌と歌詞を担当させていただきました。この歌がね先日 YouTube で公開になりました。ジェフレトロというものはこちら YouTube からの引用になりますが、作詞作曲トラックメイクエンジニアまで行うプロデューサー、一人でやってても面白くないので来てくれた人見てくれた人からのコメントをできる限り取り入れてみんなで作っていくプロジェクトです。アイディア、モデル、シンガー、トラックメーカー、演奏者などなど一緒に遊んでゆるく制作したい人も募集しています。経験がなくても興味があればやってしまおうがこのプロジェクトのモットーです、ということなんですけどもね、 CD 販売はしてないので今は YouTube だけかな、 CD に焼いてきたのでちょっとぜひまたお聞きいただきたいと思います。流れますように、ということでジェフレトロフューチャリング沙織で Back to you。すいません、これ1曲流していただいて大丈夫なんですけど、27分になったらエンディングに切り替えていただいていいですか。はい、お願いします。
ありがとうございます。いただきましたのはジェフレトロフューチャリングサオリでバックトゥユーでした。よかった、流れた、はい、インスタグラムでね、ぜひジェフレトロアンダーバーミュージック検索してみてください。 YouTube で公開しているので、そちらもぜひチャンネル登録してくれたら嬉しいな。よろしくお願いします。皆さん本当にいつもたくさんお便りくれてありがとうございます。また再びになりますが、10月16日より各種音楽配信サイトより、配信とストリーミングが開始されております。ネオンサイン、いろんな音楽配信サイトからダウンロードできるのでね、マジでいろんな人に聞いてほしい、たくさん届いてほしい一曲になっております。いっぱい本当に聞いてほしい。あとオフィシャルホームページ、あとシンガーアカウントも公開になってるので、ぜひぜひチェックしてダウンロードしてください。ブログも書いてるのでね、たくさんの人に届きますように。はい、ということで、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この曲が流れてきたということは、あっという間にそんな時間です。次回の放送は11月15日金曜日午後の6時を予定しております。なお、この放送は後日ドリームキングダムのラジオブログからもアーカイブでお聞きいただけます。またリッスンラジオというアプリでもリアルタイムでお聞きいただけますので、よろしくお願いします。来月はすっかり冬って感じなのかな。1年って本当に早いですね。新曲もバンバン流していきたいと思うので、また来月第3金曜日の午後の6時にお会いできたらなと思います。いつも聞いてくれてありがとう。ここまでお送りしたのはサオリでした。またね。